二点一流は、流祖、新面炎神が、晩連に、熊本市に位置する、霊岩堂で完成させた標法である。その理念は、著書、五輪書に表されている。二点流、武蔵流などとも呼ばれた。宮本武蔵の父、新面部には、ミノル種、二刀流などを含む、通り流の使い手だったが、武蔵はそれを発展させ流名を、延命流に改めたという。 晩年、伝えていた一刀、二刀、ミノルデなど多くの形を捨て、右手に大立ち、左手に小立ちの二刀を用いる五つの表、五型の五本にまとめ上げ、その表法理念を五輪書に書き表した。五輪書では、竜名は二刀一流、二点一流の二つが用いられているが、最終的には二点一流になったと考えられる。には二点流 武蔵流の名も用いられている。武蔵万年の弟子には、細川家が老である、松井頼幸などがいるが、武蔵氏を二点一流は、五輪賞を送伝された、寺尾孫史上勝信と、その弟で病床の武蔵の世話をしていた、寺尾久米之助信行を中心に伝えられた。武光伝には、四水雲、武光日後にての門弟、大衆はじめ、長岡式部、頼幸、 沢村衛門有好、その外ご家中小川戸様及び、売身刑事にいたり、千余人なりと書かれている。寺尾孫子城の弟子には、五輪書を送電した、浦上十兵衛、柴勤三む衛門、山本玄介、牧島仁介がおり、武光伝は、他に、送電の弟子として、井上角兵衛、中山平衛門、久下,下、沢兵衛衛衛守る、この他弟子あまり大ありとしている。 重臣の松井直行、三名獣佐衛門のも皇帝としている。寺尾久米之助の四男である信盛は、武蔵の再来と噂されるほどの二量で、父、久米之助から武蔵の後継者とされ、新面生を継承し、新面弁助信盛を名乗り今日まで伝わる、二天一流の稽古体系を完成させ、久米之助の三男である、寺尾藤次玄高と藤子の子、 四方半兵衛の京の京、さらに新森から送電を受けていた、村上平内正雄の京に分派する。村上平内正雄の京は、正雄の子である、村上平内正勝、八郎上門正幸兄弟にそれぞれ伝えられ、寺尾孫子城の弟子筋も門下に加わり発展していく。また、寺尾当時の子、四方半兵衛の京は、二天一流送電機を表し弁助の部森から、 半米の京へと送電した。また村上正勝、正幸から送電を受けた野田はじめ系種信は寺尾当時の弟子筋からも学び、仕方、村上漁師繁華の教えを統合した。なお、寺尾孫史上の弟子筋の中には、細川家の外に二天一流を伝えた者も,もいる。中でも、柴勤三左門は、福岡藩黒岳家臣の吉田太郎衛門に伝え、 未練の弟子である、立花邦が武蔵の伝記、兵法大祖武将原信仰伝来を表すなど、福岡でも、二点一流は盛んに行われた。熊本における、二点一流は、四方家と、村上正勝家、正幸家、村上家から分かれた、野田家の四つの新面のぶの流れを伝える。市販家に加え、寺尾久米之助の六尾の寺尾光栄門勝幸からの、 形を伝えているとする養神流柔術師範化の三刀家を加えた後市販化が藩に公認され、幕末まで伝えられた。また、福岡藩の二天一流は、江戸後期に越後に伝播し、各地で送電されたが、明治時代頃に耐えたと思われる。現在、野田家と三刀家の流れと称するものが、各地に伝えられている。謙魂を、そのまま庭に,に見るときは、我は、 天地の外にこそすめ。ありがとうございます。